はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回は信長の野望小生録バーブギと続きをプレイしていきたいと思います。前回二条城を攻略しましたので、今回はいよいよ畿内平定戦ということで、まあ、主に大和、郡山城とあと大阪城ですね、この辺りの攻略をしつつですね、さらに勢力を広げるために信濃方面あるいは丹波、摂津、その辺りも伺っていきたいというふうに思います。基本的にはですね、二条城、あとは観音寺、この辺りの兵を畿内方面へ進出させて、美濃方面の部隊に関しては信濃方面を伺うという兵力の割り振りをしていきたいなと思います。まあ、ただですね、大阪に関して言うと三好が今抑えているんですけど、結構な兵力が出てきていまして、今その大和を先に攻めようとしているんですが、大和を攻めるにあたっては一部ですね、その三好の治める大阪区域を、まあ、接するような動きをする関係上ですね、三好の部隊も今繰り出してきているという状況ですね。荒木村重はじめそれなりの数が出てきているので、これをうまくすり抜けながら大和に迫ろうという動きになります。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、この辺りはなので期せずして三好隊との戦いになってますよね。三好の方は軍勢の数がかなり多いので、安土ではない観音寺からですね、兵も出しているんですけども、ちょっと今で言うと兵糧が不足していて、これ以上数が出せないという状況になっているので、まあ、その辺りは少し注意をしながらのプレーになるかなと思っています。まあ、準備をね、叩いておくというのはいいんですけどね。どうだろう、ちょっと攻撃効率があまり良くないかな。あんまり減らせなかったですね、思ったよりは。どうだろう、準慶より先にこちらが壊滅しなきゃいいかなっていう感じだな。今準慶の本陣が残り96なので、次のターンまで持ちこたえられれば、抑えられるかなとは思うんですが、やられたね。ただ取り付いたは取り付いたか。ただ敵の兵数が 13,200 でしょ。とてもちょっと勝ち目があるとは思えないけどな。まあ、ただ、前回もお話したようにしっかりと敵の城に取り付いて波状攻撃を仕掛けていくと、城の耐久度が落ちていて城の規模が小さくなるので攻めやすくなるんですよね。回数をこなせばこなすほど、できれば縄文とかがね、回復しないでくれるとなおいいんですけど、ちょっとそこまではないので、縄文は次の時には確実に回復しているっていうね、なんともな感じではあるんですけど。波状攻撃を仕掛けられれば、まあ、あるいは大和郡山はいずれ抑えられるかなとは思ってます。金銭80で同盟を結びたいなど少子だな、さすがに。で、今観音寺でちょっと俸禄が入られなくなってるって出てましたね。さすがに金がなさすぎるというか、米がなさすぎるか。
貢ぎ物だけだったらねもらいましょう。で、米不足が解消するかというと兵糧がゼロだもんね今。どうあってもダメだよね、商人もいないし。米不足か、厳しいな。そしたらちょっとこの状況を打開するために、大川地上からも兵を出しましょう。と言っても最大兵力知れてるかな。で、裏くさいには兵糧をちょっとまとめて運ばせましょう。急いで。できればね、三好をあまり刺激せずに行きたいので、スレスレを通るぐらいの感じで行きましょうか。それでも長安とかは仕掛けちゃうからね。三好義興の部隊はさすがに大名本陣だけあって、1000×5 の5000ですからね。前の長安だと 600×5 3000なんで、ちょっとこの数だと正面から戦っても勝ち目はないですよね。やっぱり後ろをついたり横をついたりしないと厳しいかな。少しずつ少しずつ大和郡山にやっぱり迫っていく根気強さは必要ですね。兵糧が入ってこない以上は、これ以上の増援は少し厳しいかな。荒木村重隊との戦闘か。ここも横をつかれてるんでね、まあ、村重ごときというわけじゃないですけど、戦闘力でいうとね、正勝と村重はほぼ互角なんですけど、ちょっとね横をつかれた上に村重の方が武将としての格が上なんで、率いてる兵力が少し多いですね。全体の兵力差でいうと1000の兵力差になるんですけど、最初にねやっぱりその横をつかれているんで、先制攻撃された上に兵力差が1000あるとちょっと勝てないかなって感じですね。で、純慶も出てきてるわけでしょ。三雲さんではちょっと厳しいかな。あとは信長が到着してまあどうかというところですね。あとは秀吉だな。秀吉だったらあるいはうまく立ち回ってくれるかな。ここも兵力差は500、秀吉側の方が劣勢ではありますけどね。一部隊壊滅させられて、敵の本陣は後ろに下がったものの、人を撃つ前に出させて、
決着つかずか。まあ、ただこの決着つかずはむしろ好都合ですね。で、信長が横やり入れられたか。本格的にでもあれだね。三好勢はこちらに弓吹く感じになってきてるな。こんなことだったら米でも買ってくるべきでしたね。米じゃない、鉄砲。いやー、信長の軍勢がだいぶ削られるね、これだと。もう少し楽して勝たせてもらいたいよな。まあ、正直、ここまでね、敵の方の数が、多いとは思わなかったな。お、駿府落としたか。これで今川家が滅亡しましたね。まあ、ある意味、史実通りに進んではいるのかな？そう考えると。順慶か。まず、三雲は戻らせるでしょう。で、信長でうまーく順慶を側面から叩ければいいんだけどな。順慶の部隊はでも元気いっぱいだね。どうかな。逆に信長が捕まるなんてことはあってはならないけど。しょうがないね。もうここは全面的に三好との戦いもしつつ大和郡山を落とすっていうね、少し時間がかかりそうなことをやっていかないといけないかな。で、松倉城攻めの部隊も出てますね。ただこの姉小路もなかなか硬そうだな。兵数が9000、まだいますしね。9000って数って結構現実的に考えると大きいんで、そう簡単にね落とせる兵力差ではないんですよね。丹羽長秀のこの岐阜城も1万しかいないか。長与城に関しては1万3000。で、大和郡山が1万か。これね、全部の軍勢繰り出せば、まあ落とせない数ではないかなと思うんですけどね。あと二条城にどんくらい兵が入ってるかですね。二条城の兵が1万3000か。ほう。まあ、森隊がうまーく敵の本陣を落としてくれればいいんだけど、お金はあるんで、あと兵数もまあ、十分とは言えないものの、それなりに揃ってるんで、あと観音寺の米ですね、米。あの米不足さえなくなれば、全面攻勢に出れるかな。あと先に大坂の方がいいのかもしれないですね。今だと先に大和郡山を狙うと。いう動きで戦ってはいますけど、川尻隊ね。ここもね、正面から用意ドンで戦えば、墨前だったらまあそれなりに戦ってくれるかなとは思うんですけど、先に横を突かれるっていうのがね、やっぱりこの小勢力は攻め側よりも守り側が圧倒的に有利。まあ当然ではあると思うんですけどね。
有利にも程があるだろうっていうぐらいですからね。ここも信長の部隊が壊滅するかな、これだとね。逆に壊滅させたか。さすが信長だな。まあ、敵が大将が騎馬で前面に出てたというのも、まあ構想した感じかな。お、城が完成したな。これで安土城の完成ですね、おそらく。安土城がこれで完成しましたと。で、兵糧不足がこれでようやく解消したね。兵がだいぶ逃げ出しちゃいましたけどね。そしたらここは当選簿されてる以上は松永隊を叩いておきましょう。まあ、これは一撃で終わるかな。そしたら信長も一度引くしかないかな。これ三好隊もね、防衛に回ってきてますからね。大阪城がやっぱりでかいからな。大阪、大阪がちょっと邪魔かな。一旦、安土に帰りましょう。どうしようかな。かなり厳しいよな。荒木村重とかね、この辺りはまあ正直どうでもいい部隊なんで、叩いておけばいいと思うんですけど、大阪城がかなりでかいんで、この大阪城をね、抱えたまま戦うっていうのはかなり厳しいですね。ここ、三雲も久喜義高隊相手によく頑張ってくれてるな。さすがにね、敵が川の中にいるんで圧倒的に有利に戦える感じかな。前田源氏は戦い方がうまいのか、戦闘力は高くないですけどね、しっかりと成果を出してくれてたな。で、今度は松倉城方面の戦いになってるけど、ここもね、姉小路大名自ら1000の手勢かける5、合計5000で出てこられると、まあちょっと厳しいかなって感じですね。ちょっと今回このままいくと成果らしい成果も出せないまま終わるな。兵力を分散したのはやっぱりちょっと良くなかったですかね。でも今見ると筒井順慶の部隊と三好の部隊が戦ってましたね。ってことはさっきの動きを見ると三好と筒井も当然仲がいいというよりか、むしろ三好はハイエナ行為に走ってきてるって考えた方がいいな。つまり先に城を取ったもん勝ちだな。信長は一旦引っ込めてだ。
さあこれでどうかですね。まあ、三好義興これ叩いておけばむしろ打ち取りたいぐらいだけどね。ここよし切りましょう。三好を切ったぞ。これ三好の軍勢もだいぶこれ見るとできた感はあるかな。まあもちろん織田側としてもかなり消耗はしましたけどね。純慶自らか。貢ぎ物自体は受け取りましょう。勝家がこれ完全にやられたね。何もできないまま。ちょっともったいなかったですよね、今の勝家の数を考えると。三雲がやられたか。で三雲は登用されたわけ。まあ、筒井とのこの拒否を何度もさせるのもちょっとやめてほしいけどな。前の長安はここで川尻隊を一気に叩いておきましょう。まあ、安行の舞台ですね。ここはまあさすがに一徹の方が有利でしょう。敵がね川にいるっていうのも大きいですからね。このまま敵を飲み込んで、まあ、正直このどこにも属してないような松井安行なんて放置しといてもいいんですけどね。逆に後ろを突かれてこちらの貴重な兵を失うっていうことを考えるとまあやっといてもいいかな。で大阪を抑えたらいつでも商売ができる状態になるので、まあ鉄砲隊をね揃えていくっていうのはありかなとは思うんですけどね。三好はどっちかっていうと岸和田の方に向かった感じかな。あの感じだと絶好のチャンスだな。敵をまあ三好がこちらに来てだいぶ戦力を削っていきましたけど、今となってはその三好もいなくなっているので、召しやすい後期かな。これどうなんだろうね。今舞台で言うと秀吉に源氏に信盛か。
ちょっと攻めかかってみますか。数で言うとね、こちらのが有利なんで、あとはどんだけ効率よく迫れるかですね。敵の矢倉が1、2、さらに弓が本陣のところにかけ3が残ってるので、まあ、やっぱりスピード勝負にはなりますね。いかに早く二の丸まで入れるかだな。二の丸以降は2部隊ずつ常備配置できるので、さっさと二の丸に入り込んだ今となっては先へ先へと進んでいく感じかな。さすがに削りも早いね、敵の方の。さあ、あとは本丸の城門に火をつけたので、本丸に入り込めば落とせるかな。ちょっとここはね、時間かかりすぎたんで、どうしても山と郡山は取っておきたい。で、浅井がこれ以上伸長するのも困るし、三好がね、城を取るなんてことも避けたいので、よし、取りましたね。順慶は取りをしましょう。順慶はこちらになびかないか、じゃあ見逃しておいてやろう。いや、大きいな、これは。そしたら刑事は、一度安土に帰りましょう。で、大和郡山には人を移動させましょうね。誰を入れるかなんですが、常ちゃんを郡山に入れて、あと畠山とかも郡山に入れちゃいましょうか。あとは美濃三人衆の一人、牧前で、利家は手元に残しておいて、小作りも入れて、正勝残して、毛利秀頼を入れちゃいましょう。まあ、こんなところでいいかな。いやー、よかったよかった。何の成果もなく終わるところでしたけどね。で、姉小路も攻めてるけど、ちょっと数的に厳しいかな。さっきみたいなね、3方向から攻めて合計15部隊とかっているといいですけど、この松倉城に関しては城の、まあ、防御度も矢倉の数を見る限り多いですからね。1、2、3、4、5個。さっきの大和郡山は2つしかなかったところが倍以上の5。こうなるとちょっと松倉城攻めは苦戦しそうな感じの気配がありますね。まあ、ここもさっさと二の丸まで入れれば、まだまだ勝機は少なからず見えてくるかなとは思いますけど、ここで手こずってるとなると、ターン数の残りっていうよりかは兵力的に厳しいですかね。二の丸まで入れば2部隊配置可能な松倉城。ただ矢倉が1、2、3、4箇所から飛んでくることになるんで、まあやっぱり厳しいかな。まあ、ここは波状攻撃を仕掛けるための最初のステップということで、まあ、多少ね、こちらの犠牲が出たとしても、先に先に進んで、後々の攻撃に備えましょう。そうすると岐阜城に関しては松倉城攻略に切り替えましょう。今名古屋城の部隊のみが、松倉城攻略を委任してある状態なので、まあさすがにね、1対1の戦いだと厳しいかなというところになりますからね。お、川尻が戻ってきたんだな。三雲も戻ってきましたね。一度捕まって投票された川尻と三雲が無事戻ってきました。
さあ、ではこの後の動きですが、ケージは戻しますというところでよくて、岐阜城の委任状態ですね、これを松倉城に、今松倉城になってるね、岐阜は。だったらまあこのままでいいでしょうというところがあるので、名古屋城の様子ちょっと確認しておきましょうか。名古屋城は松倉城、なってるね。2つの城だったらまあ時間をかければ落とせるかな。で、大河内に関してはですね、災害になってるんだな、今、災害に。災害になってるところをちょっと大阪に変えましょう。先に大阪を取りたい。大阪まで取れば、まあ、織田の天下は8割方決まったかなというところですかね。で、大阪まで攻めたらちょっと浅井にね、ちょっと喧嘩を売りに行きたいなと思うんで、安土城は兵数1万1000、兵糧が1万5000、金銭が2万。やっぱり常に商人常駐の境のある大坂を取って、部隊としては強化を図っていくっていうのが一番良さそうかな。災害に関しては、まあ、鈴木もいるし本願寺もいるし、やっぱり先に大坂ですかね。はい、というところで時間がねちょっと長くなってきましたので、今回はここまでにしてですね、まあ、次回大坂城を攻略して、その後摂津丹波田島、さらには浅井への喧嘩を吹っかける準備をしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。